帽子を買う際に自分の顔の形に合ったものを選んでいるかどうか。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日は夏の帽子についてお話ししたいと思います。今年ね、ザラなんかで結構こういう中折れ山帽というこういうようなタイプが結構4990円かな、種類たくさん揃えて売ってました。で、一番ね、帽子って結構悩む人多いと思うの。帽子買ったはいいけどちょっと似合わないんだよねとかで、割とこう買っては置きっぱなしっていうパターンの話をね、結構聞いたことがあるので、一番重要なのは帽子を買う際に自分の顔の形に合ったものを選んでいるかどうか。私の顔の形っていうのは丸顔プラスベース型っていうミックスのタイプなんだけれども、そういう場合ね、どういう帽子を選んだらいいかっていうと、真正面から見た時にここが四角になっているかどうか。これもそうね、真正面から見た時に直角っていうか直線的じゃない。で、じゃあ逆にどういうのが丸いのって言ったら、これも直線的ではあるんだけど、この周りが曲線的であったりとか、あとはこれね、こういう女優帽って言われてるやつなんだけど、かぶるとこういう感じで頭の形が出てこう丸くなるような感じ、丸くなるようなものを顔の形に対して合ってるか合ってないかっていうところをチェックしてもらいたいので、私のね、持ってる夏の帽子をここに揃えてみました。でね、あと重要なのが顔の形と一緒にこのタイプ、ちょっと私の顔が多分ね、幅が大きく見えると思うの。なんでかっていうと、ツバの長さが短いから、どうしてもここが目立っちゃうのね。こういうタイプとキャスケットって言うんだけど、こういうキャスケットタイプとこういうね、ツバが広いものを比べると、ツバが広い方をかぶる方が顔は小さく見える、小顔効果。一番いいのはね、顔が大きいなとか顔幅があるなって気にされてる方はツバ色の本当に女優帽みたいなかぶるのが一番いいんだけれど、ワンピースみたいなこういうものを着ていればツバ広帽っていいんだけど、デニムに女優帽とかなかなかおかしいじゃない。そういう場合どうしたらいいかっていうと、ツバは広いんだけれども、自分の顔に合った直線的なのか、それとも丸みがねあるものなのか、それがまず結構重要だったりする。それからそのツバの長さ、ツバの幅で、私はね、丸とベース型のね、ミックスって言ったじゃない。そういう場合、こちらがね、正面から見たら四角なので、直線タイプとこのツバの曲線タイプが合わさったミックスタイプの帽子っていうのを選んでみると、両方の要素が入ってる帽子だからとてもマッチしてるはずなのね。このように自分の顔の形が曲線なのか直線なのかっていうところをまず分析するってすごく重要なんだ。自分の顔幅がある人なのか、細くて面長だったりとか、割と逆三角形だったりとか、この幅がない人なのか。私は幅が結構あるタイプだから、ツバが広いものを選んでる。なるべく私が被らないのでキャップ、キャップが似合う人はどちらかというと幅が細い人なのね。というわけで、帽子のね、トップの部分、それからツバの部分、そしてツバのこの腹の部分、長さの部分っていうものをぜひともチェックしてお店で食べてみて、ね、いかがでしたでしょうか。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。どうぞチャンネル登録、高評価もお待ちしてます。じゃあね、またね、バイバーイ。